ロシアの食卓の横を通過して、こちらはトイレです。こちらがペールカーと呼ばれるところで、捨てる予定のゴミでいっぱいになってます。この先に ATV があります。サービス、ロシアのサービスモジュールの奥にあります。ここで ATV は今電気がついてないのでライトをつけます。I'm coming in, Ron. Oh. 人一人がやっと通れるスペースです。こちらが ATV です。ハッチがあって、正面です。荷物が積まれています。帰りは大気圏で燃えてしまいます。いろいろなゴミ類が積まれています。こちらはいっぱいになった尿とか液体を入れたタンクです。いろいろなゴミがあります。このようなまだまだゴミが積まれる予定です。あっちからロシアのサービスモジュール側を見るとこのようになります。次は 2SM と書かれています。サービスモジュールに戻ってきました。右側にいるのは船長さんのアンドレイさんです。アンドレイ、ハロー、スパシバアンドレイ、アトリーチナスパシバアンドレイ、グッド、スパシバ、ヨーウェルカム。サービスモジュールを後ろ向きに見ているところです。これからドッキングコンパートメントに入ります。ロシアの宇宙服が保管してあります。こちらにもロシアの宇宙服が保管してあります。この横に窓があって、右上の方に見えているのがサービスモジュール、その先に見えているのが ATV です。ドッキングコンパートメントの窓からお届けしました。